2013年7月26日学生が商品開発から CM 制作までを手掛ける学 P 沖縄リーグ2013がいよいよ開校。このコーナーでは学 P に取り組む生徒やチームに密着し、その裏側を紹介していきます。学 P 奮闘記。開校式当日、県内6つの大学、琉球大学、沖縄大学、沖縄国際大学、明桜大学、県立芸術大学、沖縄キリスト教学院大学から若き精鋭たちが大結集。7回目を迎える今年、企画名を漢字の学からカタカナの学へとリニューアル。実は新たな企画として大学以外に一般参加枠が設けられたのだ。チーム X の今年のメンバーをご紹介をしたいと思います。それでは、はい、入場してください。チーム X と名付けた一般チームが参加することになったのだが、今回チーム X はなんと子育て情報誌を作るママさんで構成された太陽のエクボチーム。ママさんパワーを活かせるのか。開校式の前に参加チームのリーダーが集って希望する商品カテゴリーを選定、決定したのがこちら。はい、それでは開始ください。よろしくお願いいたします。各チームは早速担当する商品カテゴリーのリサーチなど事前準備を行い、それぞれのチームがカテゴリーに合わせて試作品を持参。開講式終了後、商品バイヤーや取引先との商品開発会議を行うことに。どんどん発言して。メインでした商品が少ないなって感じたので、魚をメインで使いました。県産の特産品っていうのを使えるんだれば、なんか女性向けということで、ヘルシーって感じだよね。美容とか、あとカロリーが低いとか、そういうのを考えて買いました。冷蔵だよね。そのマヨネーズっぽいクリーミーさはあるこのゴマ味みたいな、ただマヨネーズ好きな人でも買ってくれるんじゃないかっていう。女性ターゲットでおしゃれで、なおかつヘルシーよりってことですね。あ、そうですよね。各チームとも初回から様々な意見を出し合いながら熱い議論を交わしているようだ。自分たち の, 想像力とか発想力、そういったものを生かして、ファミリーマートさんの面白い新しい定番商品を作っていけたらなと思っております。私たちはカテゴリーではデザートの部分を担当するんですが、今回は爽やかさをテーマコンセプトとして、かつヘルシーである商品開発を手掛けて頑張っていきたいと思っております。コンビニに今ないものを結構作りたいなと思ってて、もうちょっとおしゃれなコンビニを目指して商品を作っていきたいと思ってます。絶対1位取ります。今回沖縄大学これで1位取ったら4連覇になるんで、ちょっとそれは頑張っていきたいと思いますね。女性が多いチームになるので、女性に合った女性志向のものを作っていき、売上1位を目指していきます。頑張ります。チームとしてはみんな個性的で、男子と女子の割合もよく、みんなの意見を取り入れて絶対自分たちの満足のいく商品を作ろうと思っているので、頑張りたいと思います。私たち太陽のエクボは主婦ならではのアイデアを発揮して、学生さんに負けないような商品を開発します。頑張るぞ。沖縄リーグ2013頑張るぞ。おー、いよいよ熱い戦いの火蓋は切って落とされた。次回も学 P の裏側をお楽しみに。